茶碗の湯、のことなど。中谷内次郎。もう3年ばかり前のことであるが、小宮先生の紹介で鈴木三重吉氏の未亡人の方から、赤い鳥、に昔出ていた通俗科学の話をまとめて、一冊の本にしたいから、その工程をしてくれというお話があった。三重吉氏の、赤い鳥、が、児童文学とも称すべき新しい境地を開いて、児童の上層教育に偉大な足跡を残したことは、今更述べ立てるまでもない。しかし三重吉氏は、赤い鳥、で単に文芸方面の仕事だけを残したのではなくて、あの中には、毎月一編ずつ児童向きの科学教育の文章が載っていたのである。それは天文、物理、地球物理、科学、工学、動物学、植物学、医学などの広い範囲にわたっていて、当時の新進の若い科学の研究者たちに依頼して書いてもらったものであった。それに三重吉氏が筆を入れて、文章の体裁を整えたものであった。三重吉氏の仕事には敬意を持っていたので、とにかくその原稿を見せてもらった。ところが、その大部分のものは、さすがに若い研究者の人たちが書いたものだけに、ちゃんとしたものばかりで、これならば立派な本になりそうな気がした。それに文章も三重吉氏の筆が入っているだけに全体が整って、すっきりした調子が出ていた。それで私は喜んで、その仕事を引き受けることにした。この執筆者たちは、今は立派な一流の学者になっておられて、名前を言えば、誰でも知っている人が多い。しかし、赤い鳥、ではそれがほとんど全部変名になっていて、随分意外な方が、意外な題目で書いておられるのもちょっと面白かった。ところで、この話を持ってこられた時に、この中に、確か寺田先生が変名で書かれたものがあるはずだ、という話があった。私は大変興味を持って、それを心探しの気持ちで、ずっと読んでいった。その一編はもちろんすぐわかった。それは、八条俊也という名前で出ていて、題は、茶碗の湯、というのであった。詳しいもので、この、茶碗の湯、おかずゆきを見かけたら、これは寺田先生以外には誰も書けないものだとすぐ直感された。それは、文章の良い悪いなどの問題ではもちろんなく、また内容が高級で表現が平易であるなどということを超越したものであった。強いて言えば、それは芸が身についた人の芸談にあるような生きた話であった。茶碗の湯は全部で、印刷にして6ページくらいの短いものである。しかしその中には、先生が一杯の熱い湯の沸いた茶碗を手にして、物理学の全体を解き明かしていかれる姿が出ていた。第一に湯の面からは白い湯気が立っています。この茶碗を日当たりの良い縁側へ持ち出して、湯気に日光を当てながら、黒い布をその向こうに置いて、透かしてみる。すると、湯気の中に、虹のような、赤や青の色がついています。これは白い薄雲が月にかかった時に見えるのと似たようなものです。先生は、この色については、またいつか別の時にしましょう、と言っておられるが、この現象は小水滴による光の解説によるもので、その色を見ると、水滴の大体の大きさがわかるのである。C、T、R、ウィルソンが有名な、ウィルソン切り箱。の実験を初めてやった時に、この現象を利用して、
その霧箱の中の霧の雫の大きさを推定している。ウィルソン霧箱というのは、特殊な方法によって、急にその箱の内部に霧ができるような条件を与える装置である。空気中に霧が全然ない時には、霧のできるべき条件になっても、すなわち水蒸気がたくさんにあっても、霧にはならない。しかしその時に空気中にイオン、空気の分子が電気を持ったものがあると、そのイオンが中心になって、霧の粒ができるのである。そのことは理論的にも実験的にもよくわかっている。イオンというのは、分子程度の大きさのものであるから、それ自身はどういう方法によっても、到底人間の目には見えないものである。しかし今の方法によって、それが芯になって霧粒ができると、その霧粒は、強い光で照らしてやれば、光って肉眼にも見える。それで霧粒のできたことから、その位置に、イオンがあったことがわかるのである。ところが、この頃は誰にも耳馴染みの宇宙船とか、電子とかいうものは、空気中を走るときに、空気の分子と衝突して、それをイオンにする性質がある。それで例えば宇宙船が、ウィルソン霧箱の中を通った瞬間には、その通った道にたくさんのイオンができている。その時に装置を働かすと、そのイオンを芯にした霧ができるので、その道が白い線となって目に見えるのである。電子や分子程度の大きさのものの運動の状態が、このようにして、人間の目に見えることになったのである。ウィルソン霧箱が、現在世界の物理学の主流となっている原子物理学の領域で果たしている任務の重さが十分理解されるであろう。この霧箱の発明がなかったならば、原子物理学は、現在の進歩を成し得なかったということができる。そういう風に考えると、茶碗の湯の湯気を作っている霧の粒も案外に重要な意味を持っているのである。このイオンが霧の粒の芯になるのは、空気中に細かい塵がほとんどない時に限るのである。それはイオンよりも塵の方が霧粒の芯になる作用が強いからである。それで普通の空気中に水蒸気が余分にある場合には、塵の方が霧を作ることになる。先生は、茶碗の湯で次にこの問題を取り上げておられる。その芯になるものは通例、顕微鏡でも見えないほどの、非常に細い塵のようなものです。空気中にはそれが自然にたくさん浮遊しているのです。地表から蒸発した水蒸気をたくさん含んだ空気が温められると、上昇していく。そして上空の冷たいところへ行くと、霧のできる条件になる。大気中には普通この目に見えない細い塵がたくさんあるので、それを芯として霧粒ができる。それがすなわち雲なのである。それで、空気中に浮かんでいた雲が消えてしまった後には、今言った塵のようなものばかりが残っていて、飛行機などで横から透かしてみると、ちょうど煙が広がっているように見える、ことがある。茶碗から昇る湯気は顕微鏡にも見えない細い塵や、さらに進んでは分子や電子の世界までを、我々に覗かせてくれるばかりではない。それはまた真夏の昼下がり、山野をして襲来するあの豪壮な雷雨の模型とも見ることができる。湯気が昇るときには色々の渦ができる。閃光の煙を見ていると、はじめはまっすぐに立ち上っていくが、ある高さになると、その上は煙がゆらゆらと揺れるが、あれは空気中に渦ができるからである。
茶碗の湯気などの場合だと、もう茶碗のすぐ上から大きな渦ができて、それが、かなり早く巡りながら登っていくのは、誰でも1日に2回や3回は必ず見ている現象である。この現象が少し大きくなると、庭先などにできる小規模な竜巻になる。春先などのポカポカ暖かい日には、前日雨でも降って土の湿っているところへ日光が当たって、そこから白い湯気が立つことが、よくある。そういう時に注意して見ていると、湯気は、縁の下や垣根の隙間から冷やい風が吹き込むたびに横になびいてはまた立ち上ります。そして時々大きな渦ができ、それがちょうど竜巻のようなものになって、くるくると庭先の片隅で回転することがある。そういう時には落ち葉や紙切れなどが、ひらひらと何回も地上近いところで回っているのをよく見かける。米国のフロリダ地方などでよく起こるところの、家を持ち去ってしまうような大竜巻も、原理はこれと似たものである。ところが、自然ではこの渦はもっと大仕掛けになることがある。陸地の上のどこかの一地方が日光のために特別に温められると、そこだけは、地面から蒸発する水蒸気が特に多くなる。そういう地方のそばに、割合に冷やい空気に覆われた地方があると、前に言った地方の、暖かい空気が上がっていく後へ、入れ替わりに周りの冷やい空気が下から吹き込んできて大きな渦ができることがある。この渦が雷雨の一つの型であって、こうしてできた上昇気流が、電気の分離を生じ、あの凄まじい電光になり、また雹を降らすのである。茶碗の湯気は、随分たくさんのことを我々に教えてくれるのであるが、茶碗の中にある湯の方も、それに劣らず、いろいろの重大な物理法則を、毎日我々に示している。夕食の膳が済んで、白い茶碗に熱い湯を入れてもらう。明るい電灯の下で、この湯の中を覗き込むと、茶碗の底にいろいろな形のゆらゆらした光の紐が見えることには、気のついている人もかなりあるであろう。しかしこの現象が春日の下の陽炎と同じ現象であり、さらに進んでは、大砲の弾に対する空気の抵抗や、飛行機のプロペラの研究に利用されていることは、知らない人が多いであろう。熱い湯を茶碗に入れて、蓋をしないでおいた場合に、それがだんだん冷えるのは、主として湯の表面からである。水が水蒸気になるときには、1グラムについて、500何十カロリーという莫大な鮮熱を奪うことは、中学校や女学校で習った通りである。湯の表面から蒸発の起こる場合には、ほんの少しの条件の違いで、著しい差があるので、湯の表面上で一様には起こらない。それで湯の表面の冷え方がどこも同じではないので、ところどころに特別に冷たいムラができる。そういう部分からは冷えた水が下へ降りる。その周りの割合に熱い表面の水がその後へ向かって流れる。それが、降りた水の後へ届く自分には冷えてまたそこから下へ降りる。こんな風にして湯の表面には水の降りているところと登っているところとが型々にできる。ので、一杯の茶碗の湯の中でも比較的熱い湯とぬるい湯とが色々に入り乱れているのである。こういう液体の中へ光が入っていく場合を考えてみると、光の屈折率は水の温度によって異なるので、ある部分はちょうどレンズのような作用をして光を集め、
他の部分はその影になるようなことが起こるのが普通である。それで茶碗の底には、いろいろな形のゆらゆら動く光の紐が見えるのである。陽炎は、暖かい空気が筋になって登っていくときに起こるので、その空気の流れのムラが光を折り曲げるために生ずる現象であることは、大抵の人は知っているであろう。茶碗の湯の場合も実はそれと全く同じ原理なのである。このような水や空気のムラを非常に鮮明に見えるように工夫したものが、いわゆるシュリーレン法あるいは映写真の方法である。これらの方法で写真を撮ると、わずかばかり空気や液体の屈折率の違った部分がはっきり写真に撮れるのである。鉄砲の弾が空中を飛んでいく場合には、その前面の空気を押し付け、また後方にはたくさんの細い渦ができる。空気が圧縮されると光の屈折率が違うので、この場合に前に言った方法で写真を撮ると、鉄砲の弾がどういう風にして空気を押し分けて飛んでいくかという様子がはっきり写真に撮れるのである。飛行機のプロペラが空気を切っている模様も全く同様にして見ることができる。空気の圧縮の状態は、鉄砲の弾のような激しい場合でなく、普通の音の場合でも、この方法でよく見ることができるのである。音は空気が圧縮と膨張と交互に受けた波、すなわち縦波である。それで音を出しながらこの方法で瞬間写真を撮ると、音波の形をはっきり見ることもできる。さらに面白いのは、この方法で活動写真を撮ることである。ウーファの文化映画、見えない気流を見られた方々は、十分にその面白さを味わわれたことであろう。茶碗の湯の話はまだ尽きない。それは、湖水や海の水が、冬になって表面から冷えていくときにはどんな流れが起こるか、という問題にも関連し、また飛行家にとって重大な問題である突風の解釈にも導かれ、さらに進んでは海陸風や山谷風、また大東亜の空を吹く季節風にまでも拡張されていくのである。昔の仙人は、一つの壺の中に森羅万象の姿を見たというが、一杯の茶碗の湯の中にも、全宇宙の法則があるということもできよう。ただ、茶碗の湯の中に全物理学の姿を見ることのできるような人は、なかなかいない。この頃のように、急に科学普及が叫ばれ、生活の科学化、家庭の科学化が論ぜられる時になると、私たちは、今更のように寺田先生の亡くなられたことを感ずるのである。今生きておられてもまだ65歳のはずである。僕は今に定年になったら、本を書いて、物理学というものはどういうものであるかということを物理学者に教えてやるんだ、と、いつか先生がこっそり機嫌をあげておられたことがあった。昭和17年6月1日。